終わりだ。
回転剣舞六連。なかなか楽しませてもらったぜ。だが俺はまだ満足しちゃいない。もう少し楽しませてほしい。お前の満足など知ったことではない。この資料見せてもらう。ただ奥の手があるってんならな。回転剣舞六連。死の原始、お前は日村の勉強の枠組みを持つ。人のために剣を振るうという本能を見なす。抜刀斎と同じく俺と巡り合いにお前の命運は尽きていた。俺と抜刀斎が同類かどうかなどわからん。だがただ一つ、奴がお前より弱いとはどうしても思え。口先だけなら何とでも言えるな。まあいい、ごたくはいらねえ。そろそろ終わりにしようじゃねえか。舞台から離れ、この時を待っていた。ここで楽しませてくれねえとな。10年か。江戸城無血開城で全てが終わり、俺にとってもこの10年は長かった。ただお前とは違う。俺は今回の戦いでこの10年の重き呪縛から抜け出せた。じゃあ俺を倒し、俺は万州の御前に花火を唱えてみるか。活躍の場を一瞬で終わらせんなよ。六連。終わりだ。この流水の動きは捉えきれまい。回転剣舞篠森青氏の戦い、それは何のための戦いだったのか。過去への執着か、決別か、それとも戦いの果て。
何を見出したのか、戦いはこれで終わったのか、その答えは蒼紫のみぞ知る。べしみ、ひょっとこ、式場、般若。待たせたな。